になれるとか、それから船の基礎を学ぶとかっていうことなんですけれども、かなりこう厳しい訓練になるので、まあそういう中でいろいろ団結力とか、あるいは忍耐力とか、そういうふうなものをこう育成することも合わせて目標としています。今までの練習してきて辛い思いもありましたけど、今日こいでみてちゃんとできたんで、自分では自己満足です。カッターは仲間との絆を深められるし、自分に負けない気持ちも強まるので、やってよかったと思います。できたチームも、それからちょっと失敗しちゃったチームもありますけれども、まあ、そういう経験を積む中でさらにこう一皮今日向けたかなっていう風な感じはしています。